12章40欄の神になろう。疑問符 ?2022 年に米国のデータウェブサイトによって独自に検証された大谷翔平のデータは素晴らしいです。11月2日、現地時間、ワールドシリーズの第6ラウンド。アトランタ・ウォリアーズはヒューストン・アストロズを破った。老人は1995年以来世界一になり、MLB の2021年シーズンは終わりを告げました。 シーズンの終わりとともに、オフシーズンに向けたチームの動きは徐々に勢いを増しています。一方で、大谷翔平、ロサンゼルス・エンゼルスにはまだまだ声が足りない。メジャーリーグに挑戦した4年目の侍は、様々な面で力を発揮しています。打者として、彼は平均打率0.257とオンベース率0.372で155試合に参加しました。ヒット率は0.592。 46本塁打、100打点、103ポイント、26盗塁、オップス965です。投手として、彼は優れた2つの剣術、9勝2敗、投手の数の3分の1130回、エラ3.18、および156の三振で世界を席巻しました。メジャーリーグが選んだコミッショナー特別賞、大谷はすでに6つの賞を受賞しています。 現地時間の11月18日にミッドランド MVP を獲得することも、やるべきことがたくさんあると予想されます。このような27歳のダブルナイフファイターは、来シーズンも順調にスタートすることが期待されています。アメリカのデータウェブサイト、ファングラフズは、独自の予測システム、スチーマーを使用して、2022年シーズンの大谷の結果を検証しています。 主なデータはスローによって決定されます。次のように、どちらも今シーズンと同じ優れた統計です。特に投手に関しては、アメリカに来てから最初の2桁の勝利に加えて、彼はまた200ショット以上を打った。ちなみに、本塁打大争いで大谷は何歩苦労したのか推定91歩、15歩、で、2021年の5分の1です。これはデータに基づく予測に過ぎませんが、 対戦相手は来シーズンもゲームを回避するチャンスがあるようです。いずれにせよ、人々の期待はますます高くなっています。ファングラフズのヒット予測が基準を満たしている場合、1回の勝利のみという素晴らしい成果を達成することが可能です。これは、1918年にベイブルースが設定した、2桁の勝利と2桁の本塁打、の記録です。バッティング、ランニング、ディフェンス、 ピッチを総合的に評価し、プレイヤーの貢献度を示すインジケーター、ワー、もあります。合計は、7、になると予想されているので、今後の日本の宝物の成功は期待できません。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマ。よろしくお願いいたします。